何なの今の人。様子が変だぞ。おかしい。僕が前に来た時と明らかに空気が違っている。こんな恥ずかしいところを誰かに見られたらお嫁に行けないよ。どこに行っても賑やかな人なのね。けどこんなところによく一人で来て大丈夫よね。これ名刺みたいね。ネーデ新聞編集部千里マディソンって書いてあるわ。ねえ、千里マディソンさんですよね。ええ、そうだけど、あなたたちなんで私の名前を知ってるの？紅水晶の洞窟であなたの名刺を拾ったんですよ。あらら、私としたことが。どうして僕たちのことをつけ回していたんですか？どうしてって、十賢者たちと戦う勇者一行の冒険を記事にするためよ。今やあなたたちの記事は全エナジーネーデ人の注目の的なんだから。はあ、でもあんなモンスターがいるようなところでよく平気でしたよね。まあね、真実を追求するこの熱い魂の前にはモンスターなんか何の障害にもならないってことよ。そうなんですか？冗談に決まってるでしょ。こう見えても私は神宮流体術の免許皆伝なのよ。腕には多少の自信ありってわけ。へえ、すごいですね。あなたたちの密着取材を続けるためにはそれくらいの力がないとダメだからね。え、じゃあこれからも僕たちの後をつけてくるんですか？当然でしょ。最後まで付き合わせてもらうわよ。そんな、危ないですよ。大丈夫よ、自分の体くらいなら自分で守れるから。それだったら、私たちと一緒に旅をしませんか？え？千里さんの目的は、私たちを取材することなんでしょ？それだったら、その方がいいんじゃないですか？そりゃそうだけど、いいの？そっちの方が、僕らとしても気が楽ですから。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらおうかな。編集長、お聞きの通りです。
長期取材の許可をお願いします。よし、わかった。好きなだけ取材してこい。ただし記事はきちんと書いてくれよ。もちろんですよ。